今日は何日だっけ14日。そうだ、今日ホワイトデーですね。訳ありダイエットウォーキング。結局ね、いろんな名前があったんだけども、YouTube のポッドキャストチャンネルの名前を考えてるときに、昔使ってたヒルビール放送局の名前をそのまま使って、ヒルビール放送局 M、マコネの M キャストにしたのね。で、まあ、内容がね、私もね、ちょっと多動性があって、同時にいろんなことやりたいタイプだから、朝のこの収録は、別の名前にしたいと思って、こうしました。訳あり、ダイエットウォーキング。そう。今日も片道40分、歩いて出勤。マコネの元気ウォークみたいな感じの、ちょっと名前忘れちゃったな。タイトルにしようと思います。また帰るかもしれないけどね。まあ、そんなわけで、今日も歩いて40分、片道40分の道を歩いて、出勤したいと思うんですが、昨日はね、収録終わってからね、もうすごい風と雨で、バシャバシャバシャって降ってきて、大変な目に遭ってしまったんだけど、今日はね、午前中は曇りみたいだけど、朝は寒いは寒いけどね、雨は降ってない。私はね、雪は平気なんだ。雪はね、別に嫌じゃないんだけど、雨は嫌なんだよね。私ね、傘持って歩くってのが嫌でさ。だから雪もちょっとぐらいの雪、ものすごいさ、吹いてれば、もう、吹雪よけでさ、傘持ってくけど、チラチラ降ってるぐらいのさ、雪だったら傘刺さないのよ。なので、今日もね、昨日さ、帰りも雨降ってて、傘なかったから、職場の傘をさ、ちょっと借りてきたので、まあ、それを持ってね、出勤って感じなんだけども。まあ、今日もどうなることやら。よいしょ。さあ、元気に朝の空気をね、たっぷり吸いながら、出勤していきたいと思うんですけども、今日はね、冒頭にちょっとお話ししたんですが、ホワイトデー。なんで笑ってるかって、実は全然違う、明日話そうと思ってたテーマで、表紙を作ってたんだけど、表紙を作り終わって、まあ、表紙ね、私分かんなくならないように今日の日付を入れるんだけど、そう、今日の日付を、入れた時に、あれ今日ホワイトデーだよねみたいな感じで思い出したように、テーマを変えた。だから慌てて変えた。だから、昨日、明日のテーマの表紙を見た人は、ああ、そうね。この慌てっぷりは分かると思うよ。で、ホワイトデーで何の話をしようかな、なんてさ、やっぱ思うわけよ。ね、ホワイトデー、もらった記憶はあるけどさ、なんか、そんなに嬉しい記憶はないんだよね。そう、さ、思うんだよ。なんかさ、ホワイトデーいらなくね？バレンタインデーもさ、今さ、バレンタインデーはいいと思うんだよ。そう。バレンタインデーは、なんかさ、今はさ、友達同士でもあげるしさ、男の子同士でもあげるしさ、男の子がさ、お世話になってる人にあげるっていうのもさ、今あるじゃん？あるってか、私の周りだから、そんなことない。いや、もしかして私だけかもしんないけど。そう。だからさ、バレンタインデーって、もうさ、好きな人が好きな人にあげるっていうのもそうだけども、もう普段ありがとうの感謝の気持ちも込めて、簡単にあげられる感謝のさ、言葉じゃん。だからさ、形式だけでもいいって感じで、バレンタインデーって、なんか、今となればね、もちろんさ、チョコレートメーカーがさ、仕組んだってことはわかるよ。チョコレートメーカーがさ、仕組んでさ、お菓子メーカーがね、仕組んで作ったイベントだし、それに便乗したホワイトデーもそうなんだけどさ、でも、今となったら日本人らしいね、日本らしいさ、なんか、イベントじゃん。だからってね、
あのさ、もう、私もさ、ホワイトデーじゃなくて、バレンタインデーには、まあ、身近な職場の人にはチョコレートあげるよ。うん。まあ、そんなさ、手が込んだもんじゃなくて、ちょっとしたね、詰め合わせみたいな感じでさ。そう。まあ、それでもね、1000円、2000円かかるわけで、もうちょっとかかるかな。わけで、まあ、バレンタインデーを、渡さなかったら、もう、なんか、そいつは、なんかな、女子力ないな、みたいな感じで、言われるのは、なんか、非常にかわいそうな気もする。そう、もうね、強制のような、儀式のようなさ、感じに、見られるじゃん職場によるのかな私の職場は、基本的に誰も、誰もあげない。そう。私はさ、深夜にやってる、お風呂掃除のお仕事と、朝にやってるお風呂掃除の仕事って、会社が全然違うのよ。だからメンバーも違うんだけど、朝にやってるお風呂掃除のお仕事の職場のお姉さんたち、お姉さんたちも、私より20か30ぐらい上のお姉さんたち。うん。30は言い過ぎだな。20ぐらい上のお姉さんたちは、もうさ、職場にいる、職場にいるっていうか、誰にもあげないよね。まあね、やっぱり女性が多い職場だからさ、うん、女は、ほとんど女ばっかの職場で、あと、もう一人私、じゃなくて、おじさんが一人いるんだけどね。おじさんもね、もうすぐ、まあ、70半ばぐらいのね。いつもお孫の、お孫さんのね、自慢話しかしないか。あ、まあ、この人たちはこれで幸せなんだろうな、と思って聞いてるけどさ。まあ、そういうおじいさんがいて、まあ、そのおじさんにもあげないよね。だから、まあ、職場のお姉さんたちは、お互いにもあげないし、まあ、バレンタインデー、あ、そんなのあったね、みたいな感じの、このリアのバレンタインデーかね。そう。だから、でもね、私はさ、職場のお姉さんたち、そのね、私はね、おじさんとあんまり関係良くないので、そう、おじさまがいない日に、こっそり、お姉さんたちに、バレンタインデーのチョコレートをあげている。うん。で、私が深夜やってるお仕事の方は、私とちょっと年上のお姉さんが一緒になるんだけど、そう、うちらは、他のね、男の子たちのスタッフに、バレンタインであげるし、私はさ、そのお姉さんにもさ、ホワイトデーをお返しするんだけど、そう、ホワイトデーが戻ってくるように。だってさ、そのもう一人のね、私のおね、より一緒に働いたお姉さんは、コンビニのね、店長さんなのよ。で、めっちゃさ、スーパーアニオタでさ、そう、うん、ね、寝室に、何分の1っていうかな、100センチ、1メートルぐらいのさ、ディアブロの、なんだっけ、テンスラの、そう、テンスラのキャラクターとかで、ディアブロっているんだけど、ディアブロの 1メートルぐらいの、フィギュアがいて、そのフィギュアに見守られないと寝れないってタイプのさ、お姉さんで。そのお姉さんと、私は、バレンタインでも、ホワイトデーも、なんか、プレゼントの行き来してるよね。で、お互いにホワイトデーの、プレゼント行き来したときに、そう、ホワイトデー来週待ってるかねって、みんな男の子にお年をかけるみたいな。そうして男の子たちは、あ、ホワイトデーだったって気づいて、その翌週、なんか持ってくるみたいな感じなんだけど、そうそうそう。うん。なんかさ、ほんのちっちゃいさ、100円ぐらいのさ、チョコボールみたいなのでも嬉しいわけじゃん。でもね、男の子たちかわいそうげでさ、なんかみんなさ、
奥さんに言われて仕方なく買ってきたみたいな感じのさ、ちょっと豪華なさ、100円もしないようなのしかあげてないのにさ、そう、500円とか600円ぐらいしそうなさ、スーパーで売ってるのを慌てて買ってきたみたいなのをさ、買ってきてくれるわけよ。まあ、大体さ、夜の出勤の間際って、スーパーが終わる間際ってさ、まあ、スーパーに行けばホワイトデーのさ、お菓子とか売ってるんだけど、ホワイトデーっぽいパッケージのやつを探そうと思うとみんなそんなぐらいじゃん。うちらはさ、まあ、一緒にさ、プレゼント渡していたりしてるさ、お姉さんとうちらはさ、適当に買ったお菓子をさ、組み合わせにしてさ、一袋多分100円ぐらいのもんだよ。100円が600円ぐらいになって帰ってくるんだから、まあ、しめしめっていう感じでもあるんだけど、まあ、ちょっと気の毒だなと思いながら、毎年見てる。うん。まあ、だからホワイトデーはいらないってやつじゃないんだけどさ、なんだろうな、人それぞれだよ。私はさ、人に、結構ね、いらなくなったものとは言わないけど、使ってないものとかさ、人にポンポンあげちゃうの、いるって言って。そう、使わなかったら捨ていいからさ、もらってよみたいな感じで、結構ポンポンあげちゃって、なるべくね、部屋にね、何もない方がいいわけ。私は。そう。でも、まあ、自然って増えちゃうんだけど、まあ、それで、あげちゃうから、あげるときはね、もう見返りなんか求めてない。どっちかというと、ゴミ箱行きか、人に行って私の目の前からなくなるか、みたいな感じで、まあ、そう、まあ、買ったばかりのもんとか、ゴミ箱に来てるのはちょっと抵抗あるな。だから誰かもらってくれればいいなって感じで、私の見えないところでゴミ箱に行く分には、全然まあ、心も痛まない。から、まあ、人にポンポンあげちゃうし、そう、明日のね、そう、マコネのさ、チャンネルの方では、ショートムービーでは、私はね、洋服とかさ、人からもらうもん大好きだよっていう話が出てるんだけど、もらうのも大好きでさ、特に洋服とか、お野菜とか食べ物とか、私はさ、何でももらうの好き。だから、買って飲んでみたけど、ちょっと、味が好みじゃないからさ、飲まないんだけどさ、みたいなコーヒーとかね、お茶とかね。袋が開いてても全然気にしないの。賞味期限がね、ギリギリでも全然平気。これ使わないけど、これ飲まないんだけど、これ食べないんだけど、いるって言われたら、もうね、もうすぐいるっていう。いらないって多分言ったことない。お野菜とかでも、まあね、もうすぐ腐るものでさ、もう腐ってますっていうものはちょっとね、欲しいとは言わないけど。まあね、まあさすがにもう腐ってますっていうものをあげるって人もいないからさ。そう。ないけど、腐ってるものを欲しいかったらまず欲しいことはないけど、そう、腐らないものだったら、もうね、喜んでもらっちゃう。洋服もそう。うん。私はね、自分で洋服買うよりは、人からもらった方が好きなの。そう。なんかさ、私が自分で買うと、自分のさ、なんとなく好みの枠のものしか買わないじゃん。もちろんそれでいいんだと思うけど、私はね、それがつまらないんだよね。だから、人が買ったものをもらって、こんなの着るんだ、とか思いながら、これ着てみよう、みたいな感じで、着るのが好きなんだよね。でも、16時間ダイエット始める前はさ、うん。まあ、今も16時間ダイエット始めたってさ、そんなに急にちっちゃくなったわけじゃないんだけど、そう、やっぱさ、体大きいからさ、だから、私ってさ、人様から、やっぱりね、服とかもらうと、みんなね、マタニティドレスだったりとか、そう、マタニティの頃に着てたものとかが多いんだけど、いや、確かにね、マタニティドレスとかは
お腹のところとか言ったりしてるよ。でもさ、上半身の方はそうでもないよとか思いながら、これは切れなくねえかみたいなのも、まあ、ある。うん。でも、いただくときにね、もし切れなかったら人にあげちゃうか、リサイクルショップに送り出しちゃうけど、いいって聞いてからさ、もらってるから、まあ、切れないものはね、人が欲しいっていうのはあげちゃうし、そう、欲しいっていうもらい手がないのは、リサイクルショップじゃなくてね、私はさ、海外に送る方に送ってる。うん。だってリサイクルショップで売ってもね、1キロ数十円の世界だからね。そう、それよりは、そう、今海外にさ、洋服とか送るのにさ、代行してくれるサービスあって、そういう代行してくれるサービスで、送料無料でさ、送れるって、受け取ってくれるじゃん。もちろんお金は返ってこないけどね、そっちの方がよっぽいかなと思って、そっちに回してる。うん。そう。で、もちろんね、もらったものの中でさ、着たいけど着れないとかいうのが、取ってる。うん。痩せたら着ようと。でも痩せたら着ようと思って、今まで着れたことってあんまりなくてさ、なんでかというと、やっぱり私ね、骨格がでかいんだよね。そう、だから、ものすごく痩せても、ものすごく痩せても、まあ何でもかんでも着れるってことはないと思うな。うん。そう。まあでも、ある程度ね、ちょっと、ふくよかな女性向けのさ、大きさのサイズの服だったら、まあ大体、80キロぐらい落とした時は着れたから、まあ着れるんじゃないかなと思ってる。うん。それでバレンタインデーじゃなくて、ホワイトデーの話に戻すんだけどさ、ああ、今日寒いね。今、信濃川の上を、橋の上を渡ってるんだけど、なんか、ちょっと雨降ったからかな。もう、すごい増水してる。うん。そう。ここね、信濃川ってさ、日本一長くて、長野の方とか行くと、千曲川って呼ばれてるのかな。長野の方で大雨降ると、だいたい24時間後ぐらいに、ここら辺も、水量が増していくっていうことらしくて、ここ数年はないけど、何年かに一回は、もう、土手のね、ギリギリのところまで増水するみたいなことがあって、畑とかがね、みんな沈んじゃうなんてことはあるの。でもそれも大事でさ、そうすると、山の栄養素たっぷりのさ、土砂がいっぱい流れてきて、またいい野菜が取れるようになるみたいね。うん。あとね、ここら辺さ、もう随分伐採されたし、もう、林がいっぱい残っててさ、野鳥がね、いっぱいいて、この時間歩くと、結構ね、もう野鳥がね、泣いてる。で、カラスもいっぱい住んでて、私はさ、カラスが大好きだからさ、そう、そう、カラス見るとさ、カラスに声かけてさ、カラスと話そうと思うんだけど、興味を示してくれるカラスはいるの。カラス頭いいからね。頭いいから、この人間なんか言ってるなって思って、興味示してくれるカラスもいるんだけど、やっぱりさ、カラスにとっても人間はさ、怖い存在じゃん。だから、なかなか仲良くなるのは難しいな。うん。うちのお父さんなんかね、餌付けしてさ、カラスとさ、仲良く話してたんだよね。すごいなとか思って見てたんだけど、私はまだそこまで行かないな。うん。そう。私の住んでる部屋はさ、9階だから、鳥とかもね、ねえ。鳥はと、正解の高さは飛んでるけど、高ってわざわざうちのベランダにね、ちょっと、お米巻いてたぐらいじゃさ、餌発見してくれなくてさ。そう。ましてはさ、大阪に住んでる時はね、1階だったからさ、大阪猫いっぱいいるじゃん。
だからさ、庭に、庭というか、あの、ベランダにちょっとさ、猫の餌を置いとくと、猫が来て食べていって、あの、まだ開けっぱなしにしとくと、たまに入ってくるみたいなことはさ、あったんだけど、まあ、休暇だとね、そもそも新潟県あんま、ノラちゃんいないのよ。そう、全くベロじゃないんだよ。でもね、あんまりいない。冬は過ごせないんだよね。そう、寒くて。うん。だから、もう家族で何年もそこの狙うならっていうような子たちはいないね。うん。全くいないわけじゃないけど。そう。私はさ、部屋じゃ猫飼えないけどさ、猫ちゃん大好きでさ。ワンちゃんも好きだけど、猫ちゃんも好き。うん。メイキンみたいなね、でっかい猫ちゃんとさ、一緒に、生活してみたいなとか思うんだけど、まあね、ちょっと今のところ無理ね。そう。うん。私はね、動物ってね、何でも大きいのが好きなの。だからさ、まあ、極端だけど、トラとかさ、黒ヒョウとかさ、猫かじゃん？でっかい猫みたいなもんよ。そう、黒ヒョウとかさ、トラちゃんとかとさ、一緒に生活していたいなとか思ったりするし、うん。そう、なんだっけ、ワンちゃんも、秋田犬とかさ、大きい犬種いるじゃない。大きい犬種が大好きよね。たださ、ワンちゃんさ、猫ちゃんいて以上にさ、お手入れがすごい、時間もお金もかかるじゃん。そうそうそう。猫ちゃんはさ、まあ、にゃんちゃんがさ、猫ちゃんがもう嫌がるのが分かってても、たまにね、お風呂入れてあげればさ、まあ、どっちかっていうと、いい匂いよ。猫ちゃんってさ、いつ猫ちゃんがそばにいても嫌な匂いなんかしないじゃん。でもワンちゃんはね、ザ、動物で感じるようにするからさ、私はさ、ワンちゃんはちょっとね、苦手なんだよね。可愛いと思うしさ、そう、可愛いと思うけど、そうね、もろもろを考えるとちょっと苦手と思っちゃうの。うん。で、今度こそバレンタインデーじゃなくて、ホワイトデーの話ね。うん。まあ、ホワイトデーにさ、まあ、人それぞれだと思うけど、バレンタインデーに、チョコとかさ、何かプレゼントするときに、見返りを求めて、あげてる人と、あげてない人がいると思うの。そう、見返りを求めてさ、あげてる人の、その見返りの中身はいろいろあるよ。それはもちろん、いろいろあるけども、そう、具体的なものから、具体的じゃないものまでいっぱいあるじゃん。そう。でも、感謝の気持ちっていうか、見返りを求めないさ、あげるプレゼントって、やっぱ、送る人っていっぱいいると思うんだよ。そう。まあ、どっちが多いかわからないな。わからないけど。私はさ、今はね、今は、まあ、見返りを求めないであげる人の方が多い気がするな。そう。同時に、もうさ、最初言ったみたいに、女の子だからとか、女子だからって感じで、もう勤務であげてる人ももちろんいるよね。そう。ギリチョコってまさにそうだけどさ。そのさ、ギリチョコって文化はさ、まあ仕方ないようなさ、仕方ないけど、あれってさ、またこんなこと言うとさ、私のさ、まあ私の友達っていうか私のさ、ゴッドチャットを聞いてくれてる人、スポーン以外にもやっぱりいるんだけどさ、そう、まあ怒られちゃうかもしれない。まあ、私がね、コメント来てもコメント返せないのみんな知ってるからさ、まあせっかってなことを書かれるわけよ。まあ、見ても見なくても、まあ知らないふりしてるんだけど、まあその中でさ、また夜中の女の子の努力を踏みにじってるみたいなことをさ、言われることもあって、また怒られるかもしれないけど、そう、ギリチョコって結局さ、女の子同士のさ、マウントの取り合いだと思ってるんだよ。うん。そう、私は女子力高いわよ、みたいな。そう、私は女の子だから、みたいな。そう、なんかね、
それにさ、ホワイトデーっていう名前が つけられて、女の子のマウントの取り合いに、男性もさ、巻き込まれてるっていうのが、うちのホワイトデーのさ、印象なんだよね。だからね、なんだろう。うちね、海外の女の子たちちょっとわからないけどさ、正直わからないけど、日本の女の子ってさ、そう、まあ、海外でもそうなんだろうな。まあそう、元々の男性と女性のさ、住み分けを考えればさ、まあ、能力的なものも含めて考えれば、まあ、身近なところでマウントの取り合いをするっていうのは、まあ、女性のまあ、本能的なもんだと思うのよ。まあ、男性ももちろんそうだけど、マウントの取り合いするけど、そんな身近なところではやらないよね。そう。まあ、身近なところでマウントの取り合いをするっていうのはさ、まあ、女性の本能的なもんだと思うんだけど、あれはね、なんかさ、見にくいよね。本当に。そんなどうでもいいやんって思うけど、結局さ、その女性同士のさ、マウントの取り合いに、いつも男性は巻き込まれてる。と、まあ、装飾にしかり、ファッションにしかり、メイクにしかり、そう、なんかさ、ちょっと前の、FM ラジオでなんか聞いてたんだけどさ、なんだったかな、バレンタインデーの時だったかな、そう、なんかプレゼントをさ、渡る必要意識みたいな話をしてて、ちょっと内容忘れちゃったんだけどな、なんか思い出せないな。あ、そうそう、思い出しました。バレンタインデーじゃなくて、カップルでご飯食べてた時に、男性がおごるのが当然かっていう質問に対して、いろんな意見が来てたんだよね。そう。その中で、女性は男性とデートするために、時間をかけて、髪のお手入れをして、体を磨いて、メイクして、ファッションにも気を使ってるのに、そんなにさ、時間とお金かけてるんだから、男性が怒るのは当たり前みたいな意見があったのよ。そう。もちろんさ、それに対して、男性からも女性からも、まあ、反対意見もあるわけよ。そう。そんなのは自分の自由でやってるわけでしょって。そう。そうしなきゃさ、あなたは自分で、他人に対してマウント取れないと思ってたら、やってるだけでしょみたいな感じの、まあ、意見もあったわけよ。まあ、それを聞きながらさ、私はさ、まあ、なるほどね。そう思う人もまだいるんだって思った。そう。まあ、いくつぐらいの方が、どうやって送ってたのかわかんないけど、いや、なんか、久しぶりに昭和のっていうか、私たちの世代のちょっと上かな。もうちょっと上だな、多分。今の50代ぐらいのお姉さんたちの若い頃の感覚だよね、多分、それって。うん。まあ、私の頃はもうなかった。私の頃は、そう、きっちりとまではないけど、ある程度割り勘っていうのが、もう私、常識だったよね。そう。まあ、もっとね、普段からお金持ってるさ、とかまあ、その人たちの生活とかね、リズムにもよるんだけど、まあ、私の中の常識はそうだったな。たださ、私もさ、水商売してたじゃん。水商売してた。してたのね。そう、ニューハーフの店で働いてたり、そう、ニューハーフの店でね、ショーを踊ってた頃もあるよ。で、そして、自分で、ニューハーフだって私しかいなかったけど、バーを経営した頃もあった。そう。そうすると、やっぱね、お客さんが、まあ男性でも女性でもお客さんがご馳走してくれるっていうのは、まあある程度お決まりだったよね。そう。でもさ、結局、そのお客さんと対等に長く付き合うと思うと、やっぱ、おごられっぱなしじゃ、ダメなわけよ。そう。まあね、稀にね、エッチなことを求めてくる人もいたよ。
定期なことに溺れちゃった私もいたよ。そう。まあ、結果的にそれでなんか居場所なくしたってお店に行っちゃったこともあったよ。そう。でもまあ、何しろさ、対等な位置関係であるのは、おごられっぱなしの関係じゃダメでさ。そう。ねえ、対等な関係を作るための何かお返しが必要なわけで、まあそれがね、バレンタインデーが、対等な位置関係のためのお返しとしてホワイトデーかって言ったら、まあ名前だけはね、みたいな感じの、なんか違和感があるんだよね。そう。そう。うん。だからさ、うん。絶対ないと思うけどさ、まあ、ギリチョコをさ、渡すんだから、そう、クッキー、ホワイトデー、まあ、クッキーって言うけどさ、ホワイトデーのさ、ギリクッキーもさ、もう、渡すのが常識にしちゃえばいいんだよね。そう、なかなかならないけどさ、だって男の子の中じゃ、チョコを、ケーキ、クッキーを渡したかどうかで、そんな程度でマウンドの取り合いなんかならないもん。そうそうそう。そう。渡したからって、多少その日喜ばれて終わりっていうのがさ。そう。誰も、得したのは、クッキーもらった人た、女の子たちだけみたいな、そんなさ、もので、男の子同士で、あいつクッキー渡したいや、すげえな、ぐらいな話にはなるかもしれないよ。そう。男らしいね、みたいな話になるかもしれないけど、あげなかったからそこで差がつくわけじゃないからさ。こうなると、そう、男の子がさ、ギリクッキーを渡すって、ちょっと、それも、なんてかな、一般的にはならないよね、とか思ってて、うん。思うとさ、ほんとなんかホワイトデーってさ、ビジネスにもさ、大したなってないと思うんだよね。そう。バレンタインデーに比べると多分何分の1かだと思うんだよね。となったらさ、なんかもう、バレンタインデーにさ、女の子を脅されるのはさ、まあわかるよ。でもホワイトデーにもさ、ホワイトデーに男の子を巻き込むのはさ、やめてほしいよね。って思ってるな。なんか、かわいそうでさ。そう。でもまあ私も巻き込んじゃってるけど。まあ巻き込むのも含めて、バレンタインデーもさ、ホワイトデーもセットでさ、女の子のさ、まあ、遊びだよね。暇つぶしみたいなもんかな。まあ、その中にギリチョコっていうさ、ちょっと残念なさ、ムーブメントが入ってるみたいな感じだよね。うん。そう。まあ、本人たちが納得し合ってればいいと思うんだけどさ。うん。そう。まあ、本人たちが納得していてやってればいいと思うんだけど、まあ、納得してない人にさ、強要するのはやめようよね。そう。私はね、そう、ホワイトデーは、そうね。まあさ、付き合ってる人がいた時はね、そう、バレンタインデーにチョコもあげたしさ、一緒にご飯食べたりとかしたけど、そう、私はさ、恋愛自体さ、なんか、もうイベントの時だけ恋愛したいんだよ。そう、日常的に一緒にいたいとか、ないな。そう、もうね、ずっとそばにいたいとか、ないな。そう、どんなに好きでもね、私は1ヶ月に1回、2回、デートできれば、まあ、十分。週一回会いたい？いや、ちょっと重いんだけど、とか思うもん。そう、それから私はさ、自分の自由な時間が圧倒的に大事だからさ、何をしていなくてもね、自由な時間が圧倒的に大事だから、私のさ、自由を束縛するさ、そう、ものはね、恋愛だっていらないんだよね。うん。そんなわけで、今日はね、女の子をディスった。そう。ね、男の子と女の子ね、比べてどうのってことはさ、ほんとさ、バカバカしい話でさ、男の子は男の子の良さがあって、女の子は女の子の良さがあってさ、どちらもいいところも悪いところもある。そう。で、もちろん男の子は全部さ、
頭の先から爪の先まで女の子、男の子じゃないし、女の子ももちろんそうで、女の子の中にもいろんな性がさ、存在してるわけじゃん。そう、本人が気づいてる気づいてない関係なしにね。そう、だからこそさ、女の子どうだ、男の子はどうだってのは、あまり話したい内容じゃないんだけど、バレンタインデーに関してはね、ほんとなんかさ、まあ、バレンタインの義理チョコに関しては、なんかさ、ほんと残念な文化だなとか思ってるわ。まあ、そんなわけでね、今日も、出勤ポイントについて、そう、続々とね、同僚が集まってきてるんで、私も今日はここで終わりにして、出勤したいと思います。今日もご視聴ありがとうございました。そう。明日はね、ちょっとね、真面目な、ちょっと、IT チックな話をしたいと思います。忘れなければね、忘れちゃってたりしてね、忘れちゃったらごめんなさいね。違う話をすると思うので、そんなわけで、今日も、そう、訳ありダイエットウォーキング、最後までご聞きいただきありがとうございます。まこねえの M キャストでした。なんとなくスラッと言えるようになってきたな。じゃあね、バイバイ。